どうでしょうか。だいぶできましたね。あ、もうたくあん、こんにゃく、鶏もできております。鶏もできてきましたね。はい、はい、食材が燃えた。あの下のチップがついた。ついたとったら嬉しいです。バケーション旅行か。俺はどこでこれで来るんや。まだそうじゃないですよ。やるところを言いたいので。あ、じゃあここでこれ何個か。1.3 です。 1.3 これはいろんな木ですね。それぞれ木があります。それぞれの釜で1つ生まれたらちょうどいい。ただ2章と6号だったら釜が大きさが違う。ちょっとって言われるから、一生3個炊けますよ。この間一生4個炊けます。美味しかったよ、この間ね。あの水ほどまあ変色するので、この間だけね。1対1 1対1です。これ一生4個炊けます。こっちでこっち、こっち。大丈夫これ。大丈夫、これ炭なんで。今に初めて見かえるんじゃないの。あの家で見たらの木が燃え燃え。燃え出した？じゃあ全体を取ります。今日の富野の道の駅です。全体です。全体を取ってこれからずっとターンして、今日はそのうちのここでやっておりますね。ここでずらりと車で通る人が見えるようにずっとやってます。今日は約20人ですから、火を起こす人、噴水液を組み立てる人、たくあんを刺す人、長めを刺す人、肉を刺す人、それぞれ分かれて同時にスタートしています。開始は9時からスタート、講義のあと9時半過ぎから作業、現場です。現場実習になってます。今日は参加者の皆さんにほとんどやってもらうということで、講師は口しか出さない基本的な体制でいきたいと思っております。じゃあだんだん進んできました。昼ご飯に食べるたくあんとかを早くやろうという作戦です。現場午前中報告、これまでです。